皆さん、こんにちは。日本取引所グループ CQG 主催のオンラインセミナーにご参加いただき、ありがとうございます。CQG アジアパシフィックのプロダクトスペシャリスト責任者、アンソニー・コーヘンと申します。 本セッションでは CME 原油等指数先物の,の構成銘柄の一つである原油先物におけるファンダメンタル・テクニカル面に焦点を当て CQG プラットフォーム上での分析・活用方法をご紹介いたしますトレーディングはテクニカル面・ファンダメンタル面双方のバランスによって判断されファンダメンタル情報は長期・中期・短期においての価格変動に影響します 初めにご紹介するファンダメンタル分析は CFTC から発表される,ーーーる Commitment ofTrader データです数ある市場プレイヤーのポジションをまとめており火曜日時点の報告内容を集計してその週の金曜日に発表されます。 すなわち、誰がどのような取引を行っているかが遅れて分かるというわけです。遅延データのため、体系的に使われるわけではありませんが、プレイヤーの種類や注文、取引パターンの種類を把握することができるため、市場力学を理解するために役立てることができます。 このデータからマーケットプレイヤーは生産者、資産運用会社、スワップディーラー、最低取引ディーラーとその他プレイヤーで構成されており、それぞれ買い、売りどちらの縦玉を持っているかが分かります。例えば、最低取引ディーラーの縦玉があれば、この銘柄が他の銘柄と関連付けられていることが分かります。また、生産者や貿易業者、 加工処理業者などのメインプレイヤーがどのような取引をしているかがわかるなど、有用な情報であり、さらにこのファンダメンタルの情報が、どのようなテクニカル指標を使用するべきかも示唆しています。今お見せしているのは、COT のヒストリカルデータです。ここから、原油データとプレイヤー別の縦極割合の間に関連性があることがわかるかと思います。 次に伝統的なファンダメンタル分析の一つである輸入・生産・在庫データを見ていきましょうこれらのデータは長期的な分析で使用されます右下に表示されているグラフは原油の生産データですこれはもちろん有意義なものですがほとんどの場合、グラフに大きな動きがあった際に市場に影響をもたらします 在庫データは3つのデータの中でおそらく最も興味深く、分析に使われることが多々あります。これまでのグラフを見ても、価格変動は需要と供給のバランスに影響されることが多く、またそれが商品取引の本質でもあります。在庫が少なければ需要は高まる 逆もまた然りです。在庫データはさまざまな時間枠での分析に利用できます。例えば、現在表示されているような冷やしチャートにおいては。在庫データと原油価格の間に強い相関性があります。 もちろん別の要因により変動することもあるので完璧な相関性があるとは言えませんが、興味深く分析する程度には十分な相関性があると言えます。チャートの下にある原油在庫量を示すヒストグラムからもわかるように、在庫量と原油価格には密接な相関性があると言えるでしょう。 CQG では、在庫の増減を取引シグナルとして取引プログラムを作成し、過去の値動きに適用して有効性をテストすることができます。こちらのチャートの通り、テストの結果、潜在的な利益が見込めることが確認できます。また、このような取引プログラムは、原油先物やオプション取引においても活用することができます。 日中足チャートで見ると、さらに影響が可視化されます現在、チャートに生産・在庫データ発表日の日足チャートを3日分表示していますチャート内の青いダイヤモンドの印を見ると生産・在庫データが発表される日の前後には出来高が増加しボラティリティが大きくなることが確認できます 長期的なプレイヤーは急激な在庫増件がない限りこういった発表は気にしませんが中期または短期的なプレイヤーはボラティリティの増加による損失の拡大を嫌うため発表前に縦翼を決済する傾向にありますですが短期アルゴトレーダーは発表を利益確保の良い機会と見ており発表前後で新規取引を行い その後すぐに利益確定の反対売買をします今ご覧になっている T フローチャートからその様子が確認できます T フローチャートは短期期間での裁量買い売り気配 ままた出来高の関係を示しています緑のバーは、出来高が売り気配寄りであること、また赤のバーは、出来高が買い気配寄りであることを示しています。チャートに実際の発表時間と発表前、発表時、そして発表後の裁量買い、売り気配を示しています。 まず発表前から発表時にかけて出来高が減少していることが確認できます発表時にはこちらの拡大したチャートにあるように底面の買い気配が同じ値段にありほとんどの売り気配がなくなることで三角形のようなチャートになっています そのため、バーは緑色を示し、会議気配は変わらずに売り気配が上昇しています。発表後、時間が経つにつれ、出来高が徐々に戻っています。このように、すべての市場参加者はファンダメンタル分析を駆使して、投資機会を見いだすことができます。 さて、テクニカル面の話に移りましょう。冒頭でもお話ししましたが、原油取引をさやとりに利用している市場参加者は多数存在します。 どの銘柄が原油との最低取引におけるもう一方の市場として使われているかを推測するのに、最もしっくりくる指標は相関でしょう。相関は2銘柄の価格データを一定期間で比較します例えば、原油と金先物の,の冷やしチャートをそれぞれ20本分比較し、2銘柄の間に相関性があるかを確かめることができます。 もしお互いの価格が同じ方向に動く場合、数値は100%に近くなります。あるいは一方の価格がある方向に動いているときに、もう一方が反対の方向に動いていると、数値はマイナス100%に近くなります。2つの銘柄に相関性が見受けられない場合、数値はゼロに近くなります。 原油とさまざまな銘柄間の相関関係をさまざまな時間がし5分15分30分1時間冷やしで見てみましょう当然原油から生成される灯油やガソリンとは高い相関性がありますですが E ミニ SP やオーストラリアドルまた銅といった 一見原油とと相相関関性性がななさそうな銘柄とも高いいを示していますビットコインや日本円といった相関性の低い銘柄も表に含んでいますがこれで相関がどの銘柄との組み合わせにも使える指標ではないということが分かっていただけると思います。 相関はヒストリカルチャートに適用することにより潜在的なエントリーシグナルを見分けることができます二銘柄間が高い相関性を冷やしチャートで示していたのならその二銘柄は日中足チャート間でも高い相関性を示すことでしょう日中足の銘柄間偏差はエントリーの良い機会となります S&P、e、と原油の日中足データを比較すると、特にアジアの時間帯で高い類似性が見られます。これは、US 株の取引時間外だからというだけでなく、この時間帯には銘柄と関連する大きな発表がなされないからかもしれません。 ヨーロッパの時間帯までは、双方で似たような動きをすることが確認できます。チャートタイプに関して言えば、マーケットプロファイルチャートもトレーダーにとって流動性を確認できる重要なツールの一つとなります。ももととは日ばかりトレーダーダ向けに作られた 30分ごとの価格の動きをアルファベットで表すチャートでしたが、今ではさまざまな時間足で利用することができ、このチャートでは、月足のマーケットプロファイルを見やすくするため、圧縮して表示しています。マーーーケットトトプロファイルチチャャはは他のチャートとは異なる側面から価格変動を観測でき 時間とと価格帯ごとの出来高を示します言い換えると、一定の時間にある価格帯で活発に取引が行われると、記号がベル型のカーブ状に、あるいはその価格帯に積み重ねられます。すなわち、他のプレイヤーがどの価格帯で取引を行いたいか、あるいはどの価格帯で取引をしないかを示しています。この情報は 多くの枚数の縦玉を立てるときまた市場の転換シグナルを発見するのに役立ちます最後に紹介するのはサイクル分析ですサイクル分析はマニュアル作業あるいはフォーミュラーを使用しある一定の規則性を便利出し 意思決定するための材料の一つとして活用することができます例としてここではある程度のサイクルがある冷やしのつなぎ足チャートを表示させ他のサイクルの確認をしています 色の違う矢印はそれぞれ違うサイクルを示しています。一部のサイクルシグナルは完璧ではないこと、また特定が容易ではないことから、トレーダーやアナリストは簡単なプログラミングで、より客観的な規則性を見つけることができます。CQG からのプレゼンテーションは以上となります。 ご視聴ありがとうございました。